はい、完成させましょう。はい、皆さんおはようございます。セノンです。はい、じゃじゃん、あんで起きました。前回ねここら辺で終わってたんですけど、そこからジョ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 っと編みまして、実際この模様編みですね、模様編み全部で9段になりました。でそこから、細編みでねちょっと縁というかバッグの縁の方を落ち着かせようと思いまして、まあ細編みの上、細編み3目の上には細編みで、この長編みと鎖編み、長編みと鎖編み1つ、長編みの上中に細編み3個で、細編みの上に細編みっていうことでぐるっと1段編みまして、でそこからさらに3段普通に増減なしで編んでおります。なので細編み部分全部で4段ですね、4段編んでおきました。でバッグ自体はこれで大きさ的にいいんじゃないかなと。で当初予定はね、当初の予定ではこのまんまね、はい、でこのくるくるをですねこう横にね、まあ、蓋した鉛筆キャップしたまんまですけど、鉛筆キャップをした状態でこう入れてって3段ぐらい重ねられればいいやという感じで作ったんですよ。でこう入れればいいやと、ちょっと今キャップしてないので最新の注意を払って扱ってますけど、ただまあ昨日娘がね使おうとしてたので見たんですけど、こうやって入れてました。でここにもう1個あれば3束ですね、3束普通にポコッと入ります、縦に。そうするとキャップをしてもしなくても収納できるということで、多分この方法で入れると思うから、お母さんあともう1個か2個ね、入る隙間があと 2、3個は入りますんで、ガガガガッと、かなり大量に持ち運べるのではないかなというふうに路線が変わっております。で本日はちょっとだけ持ち手をつけまして完成としたいと思います。でがっつりね、がっちり持ち手みたいな感じで作る必要はなくって、絵を描きに行く道具って大きいバッグに入れてるんですね、キャンパス地ので、そのキャンパス地のバッグの中にこれもこう入れていくという、そういう、扱いになるので、どっちかというとこう大きいバッグの中から取り出してポイって、こう机の上にポイって置いて、そこから取り出してっていう形にしたいなるので、そこまでがっちり持ち手は必要ないと思います。でですよ、私あまりいつもねめんどくさがり屋の私としては、このね細編みを編んでる最中に持ち手を編みながら編んでいって、はい完成ってやるんですけど、今回はちょっとめったにやらない方法でやろうかなと思います。途中のね、もうこれはこれで完成させて糸始末でおしまいにしようと思います。でまあ後から外付けということで、ここに今印をつけておいたんですけれども、ここに持ち手をこう作っていこうかなということで、一応ねこういつもの適当な感じで、えいってぺったんこに半分に折って、まあ、この穴ですね、今回はこの指針は穴です。この穴が4つ分、こっちからも4つ分のここで、こうちょっとこうジグザグした編み目になってますので、こっちはちょっとだけ下から始まって、こっちはちょっと上から始まってって斜めになってますけど、気にしませんで反対側もね、反対側もこれちょうど1、2、3、4つ分、1、2、3、4つ分ですね、位置的には合ってるかなということで、これでやっていこうと思います。で、何をどういう風に編むか全然考えてない、まあ、とりあえず思っているのはですね、ここです、ここ下からこの穴ですね、はい、グイグイ、はい、アップ、このここに編もうって思ったこの穴の下からこの2個に2つ分上下に、はい、糸を通しまして、あ糸じゃないや、上下に針を通して持ってきます。で鎖編み1つして同じ、はい、ここにそうですね、細編みを今1個分2個分3個分作ろうかなと思ってます。はい、3つ分、そしたらここで1、2、
2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、20目でいいかな。20目じゃちょっと短いか。20目じゃ短い。20でしょ。21、22、23、24、25、25ぐらい、25ぐらいで、あんまり持ち手がね長すぎるのもちょっと邪魔になるのもなと思ってるので短めでいきます。25目ぐらい編んだら、ここから反対側ですね、反対側も下から上に針入れて、はい、ここでも細編みを3つ、1、2、3つ編みますと、こういう形になるかな。でここからまたちょっと鎖編みを25目かな編もうと思います。今何本編んだか分かんなくなった。21、22、23、24、25なったらちょっとくるりんしまして、ちょうど今これ、はい、見るとこれ細編み3目で編んで、3目目から25目鎖編みを出して、こっちに細編みを3目しました。で今また25目編んで、はい、戻ってくるとこっち側ですね、くるっと反対側にして1目目です。一番最初に編んだ1目目ですね、1目目拾って引き抜き編みかな。そうするとこうロープが、紐ですね、紐が2つになると思うんですけど、でここでですよ、またはい、今度鎖編み1つしてくるっとまた回して、またこっち向きます。そしたらここからなんとなんと2つまとめてくるんで編んでいこうと思います。でとりあえず細編みというか鎖編み25目したので、25目目指して細編みをしていきたいと思います。あんまりね、私別口というか持ち手を別に編んだり後からつけたりっていうのはあまりしないんですけど、このぐらい華奢でもいいかなと思ってまして、このね、ここのついてる部分がそこまで丈夫じゃないと思うんですけれど、ただリネンなのでね、普通のコットンとか毛よりは丈夫だと思います。麻紐っていうか麻繊維はねやっぱ丈夫ですね。まあ、25目って言ってたんですけど全然数えてないので何目かわからないですけど、いい感じで感じ、いい感じになったらいいかなと。まあ30ぐらい細編みをしとけばそれなりの形になるかな。まあ、みっちりもっとみっちりね作ってこうミシッとさせてもいいんですけど、そこまでは求めてないでしょうということで、あとはここで糸切って針で糸始末しちゃえばいいのではないかなと思います。じゃあこっちもやっていきましょう。こっちも同じように作っていきます。よいしょ、はい、下から糸を入れて、はい、ここで鎖編み1つして、この穴の中にまず細編みを3つですね。そしたらこのバッグの持ち手の内側ですね、内側の方に編み目がきますね。ここから、鎖編みを25目、はいはい、対応する方に下から針入れて、よいしょ、ここでも細編みを3回1、2、3と、はい、そうすると今編み始めがこっちで、3目編んで鎖編み25目して、こっちに細編み3目ですね。ちょうどこの内側に鎖編みがくるっていう状態です。でここからくるっと、はい、くるっと回しまして、
くるっと回して逆、ね、裏側を見ながらここで鎖編みをまた25目ですね。でこうやって見ると今細編みこちら内側に鎖編みついてて細編みを3目編んで鎖編みなのでちょうど外側ですね、細編みの外側から鎖編みが出てることになります。でくるっと回ってるのでよいしょ、そしたらここで一番外側ですね、一番外側の目を拾って引き抜き編みをするとスタート地点ですね、スタート地点の細編みに引き抜き編みをするとちょうどこうねじれない平行したまんまの紐になりますと。でここからまた鎖編み一つしてくるっと回しまして、はい、端糸も何もかもでひっくるめまして、ここからこの2本の鎖編みをそのまんま拾って細編みでこれをみっちりとだいたい、反対側の方で30目ぐらいやりました。これをみっちりみっちりと細編みを編んでいけば持ち手になるんじゃないかなと。で強度もそんなにないけど持ち運ぶの鉛筆だし、これ自体で持ってどっかに移動するということはまずないので、このぐらいの華奢なものでいいんじゃないかなと。いやこれがね、私がいつも買い物に持っていくバッグですって言ったらものすごく持ち手は不安だらけなんですけれど、まあ鉛筆入れるぐらいだからねって感じですね。はい、30度、はい、これで終了で、ちょっと糸始末しますわ。もう今日はサクッといきましょう、サクッと。はい、一応持ち手の方完成いたしました。とても華奢です。だってもうこの編み目の中に細編み3つ入れてるだけですし、持ってね、持ったら持ったで結構引っ張られたらね、ここの編み目ミューンってなるとは思います。ただ入れるものがね、この鉛筆の束3、4束入ればいいかなぐらいなので、持ち運ぶにはちょうどいいかなと。でこれはまあ持ち運ぶというよりはこれ、まあこれごとね、バッグ、他の大きいバッグにボンと入れるバッグインバッグみたいな形の鉛筆ケース、鉛筆収納バッグとなりました。でそうですね、一応こちらの方もねちゃんと使ってくれるかなと思ったらですね、気がついたら昨日使ってくれておりました。はい、その様子がこちらです。はい、いやなんかねおとなしくしてるなと思ってたら2階で自分の部屋で絵を描いてまして、私のねこの作業場から、あれ私の作り途中の鉛筆収納軍団がいないと思ったら使っておりました。まあそんな感じで使ってくれることでしょうということで、あとこの束ですね、もう一束か二束頑張って作ろうかなと思います。このバッグ自体ね、この何が強みって、この下がタコ紐で作ってる、紐で作ってるので非常に自立します。もう自立してくれるんですよ、それが一番ケニャンってならない。まあ、上はこちらのねちょっとリネンの細い柔らかい糸になっちゃったのでホニャホニャンってなってますけど、この底がね硬いので自立してくれるっていうので、こうしまいやすいし扱いやすいのではないかなと思います。で大きさ的にもちょうどいいかなと思いますね。これぐらいだと、この大きさだとそうですね、私的には多分小さい子のお買い物おままごとバッグとかにちょうどいいかなと。ただちょっとここの持ち手の強度にはちょっと不安がございますので、まあ、これ持ったまま重たいもの持ってぶん回すみたいなことはやめた方がいいかなと思われます。ということで、はい、とりあえず一旦というかですね、次女に頼まれて改良いたしました。改良すぎやないかっていう話なんですけど、改良が過ぎるよね。はい、これも入れると考えるとですよ、ちょうどいいのかな。これ入れて、これ入れて、これ入れて、はい、見事なまでの鉛筆
収納となりました。でこのねくるくるのいいところはこの鉛筆の先ですね、鉛筆の先が合わない、みんなとこう干渉しないんですよ、ガチガチっと。なのであまり折れないんじゃないかなと思います。はい、できたできた。というわけでようやく完成いたしました。次女の要望答えられただなっていうとりあえず、間に合いましたね。日曜日の絵画教室に間に合いましたので、これ持って行ってちょっと、絵の先生のちょっと笑いを取ってきてもらいたいかなと思っております。はい、それではまた次回お会いいたしましょう。次回何しよっかな。じゃあ